アートフェア実行委員の吉田智代です。本日は葛城発信アートフェア2017の会場の案内をさせていただきます。近鉄南大阪線大丸駅がアートフェアの最寄り駅となっておりますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。はい、山寺駅前の中条餅屋さんです。ぜひ皆さん食べていってください。葛城市は相撲発祥の地でもあります。こちらは天壇相撲を初めてした大間の気早屋という力士の塚になります。大間寺の隣にある写真に特化したギャラリーです。ぜひお立ち寄りください。こちらが大間寺入り口の仁王門です。それでは今からアートフェア会場の大間寺の境内に入ってみましょう。の境内になります。大間寺は約1400年前に建てられ、現存する木造の東西の塔塔が残る最古の寺と言われております。こちらが大間寺中の坊さんです。アートフェアの会場は霊宝殿となっております。また甲府園というお庭がとても綺麗なので、ぜひ行ってみてください。こちらが大間寺五年院さんです。五年院本堂が会場となっております。こちらが大間寺西南院さんです。西南院書院和室がアートフェア会場となっております。こちらが大間寺奥院さんです。奥院栗和室回廊が会場となっております。こちらが大間寺の国宝の本堂です。中条姫が描いたとされる大間曼荼羅が本尊となっております。こちらが土井人さんです。大間寺北側の黒門を出てみると、
古民家はまたたくさんありますので、こちらも会場となっております。ギャラリーです。大きなかやぶき屋根が目印になっており、中はとても広い空間なのでぜひお越しください。こちらがかやぶき屋根の文光堂ギャラリーの隣にある酒蔵ギャラリーです。こちらは酒蔵を改装して建てられ、とても天井が広いギャラリーとなっていて素敵な空間になっております。ぜひお越しください。こちらは高級文具などを扱う文光堂本店となっています。酒蔵ギャラリーにお越しの際はぜひお立ち寄りください。こちらは UI ステーションの全館がアートフェアの会場となっていますので、とても見応えがあると思います。ぜひお立ち寄りください。以上で葛城発信アートフェア2017の会場案内を終わらせていただきます。それでは井上会長、ユンデ副会長、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。葛城発信アートフェア2017は9月15日まで、出品エントリーを受付しております。本番の会期は11月1日から5日までとなっております。皆さんふるってご出品、またご来場ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、待ってます。よろしく。